グアム島から帰国して、真冬の日本から常夏のグアム、まあ、去年も真冬の2月初めにサイパンに行ったんですが、真冬と真夏、あんまり違いを感じないです。まあ、なんでかと思えば、やっぱり冷暖房が完備されすぎていて、まあ、本当に贅沢ですけど、まあ、少し残念でもあります。グアム戦績巡りと目的を持って、まあ、旅だと確保されていたんですが、ペルリュー、サイパン、そして今回の3回目のグアムにして、つくづくこの島の大きさを思い知りました。淡路島と同じぐらいとはもちろん知ってたんですが、戦場が島の全部に広がっていて、その一端すらなかなか把握できないまま帰ってきたんじゃないかなと、そんな感じがします。まあ、私はそれでも、まあ、一つの戦場にこだわるのではなくて、まあ、少しでもこれから多くの戦績を訪ねたいと思ってます。そこでどんな戦いがあり、誰がどうやって戦いなくなったのか、今もあまりにも知らないことが多すぎるから、少しでも知りたいと思ってます。このグアムにしても、まあ、全体はほとんど把握できなかったんですけど、ビフォーアフターには雲泥の差があります。グアムイコール玉砕、そして横井庄司さんぐらいしか連想できなかったですが、今は戦いの概要はなんとなくですが分かりました。そしてたった3日の滞在ですが、島を巡り、高台から眼下に広がる戦場を眺め、また海岸から山沿いを見て、帰国後にこの Google Earth やその地図を比較していたら、戦記本に出てきたその地名が行く前とは全く違って身近に感じ、まあ、イメージも湧きます。そしてこの太平洋の戦いを調べるにつけ、その戦略の誤りを感じています。それは一番にその海軍の戦線拡大の戦略に本当に疑問を抱くようになりました。そして陸軍と海軍の連携なき戦いの中で戦死された多くの兵士の悲運を感じます。しかし陸海軍ともに前線の兵士はよく戦い、広告日本の悠久の歴史に輝く1ページを刻んだと、そう思っています。そして100年後は世界史に3000と輝く歴史上の戦いとなることを確信しています。今を生きる日本人たちに告ぐ、もう先の戦争を非難することはやめよう。勇敢に戦った先人たちを恥ずかしめることはよそう。戦後の日本人は戦争の当事者になる勇気も気概もないから、ことさら戦争を足ざまに否定しているだけだと、私はそう感じています。相手を恐れ、戦争を恐れていれば必ずや逆に戦争に巻き込まれる。それが世の常だと思います。衛星平和主義者が戦争への道を導くわけです。それは歴史を学べばよくわかることです。そして一番情けないのは、一体、戦争を生き延びた元兵士はこのまま何も言わずに死んでいくのかということです。もう皆さんは高齢者になっておられます。口を開けば戦争は虚しいとか、戦争は無謀とか、戦争は二度としてはならない、そんな通り一遍の脳書きばかりを私は聞いています。聞かされています。戦争を体験し経験し生き延びた兵士の方々のそれが役割だったんでしょうか。そんなにつまらない戦争で、あなたたちの戦友はジャングルの中で、あるいは太平洋の海の中に木図と消えていったのですか。二度としてはならないようなことをして死んだんなら、戦友の死はみんな無駄死だったというのですか。生き残りの元兵士の方々たちに言いたいです。あなたたちだけが戦後に生き残り、戦後の繁栄を謳歌し、その挙句に若くして国を守るために完全として死んでいった戦友の死を無駄に扱いするのですかと、本当に残念でなりません。元兵士の方々に言いたいです。最後に一言でもいいから叫んでほしいです。俺たちは国を守るために命を惜しまず堂々と戦ったんだと。でないと戦死された戦友たちが浮かばれないと思います。そして
私たち子孫も本当に寂しいです。こんな死な朝鮮に舐められ、ソ連にロシアに馬鹿にされて、こんな国がいいんですか。